バラ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 大きすぎる車が。あ、なるほど。でも燃費がいいっていうのいいね。車の話坂戸店のコーナーです。お久しぶりでございます。帰ってきました、我々のホームに。そうですよ、暑いですよ。でも暑い暑い。もう、はい、今回は、いや今日はアヘッドの在庫車を紹介しようと、はい、いいじゃないですか。いうことで、はい、あのいい車が入ったっていうお話を聞いたので、今日はまた高級車、こちらの車皆さん分かりますか。 BMW M135i でございます。俺全然 BMW 詳しくないんで、よく詳しく教えてもらっていいですか。シルキー6って聞いたことないですか。ない。嘘だ。ない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 。まあね、BMW といえば直列ロキッドエンジンです、はい。まあまあそうですね。はい。で、かつこの1シリーズで、はい、まあ、M140i っていうのはあるんですけど、はい、まあ、基本的にはもう最後の1シリーズの FR で直列だと。あ、最後なんですか。思ってもらえる。え、何年前の車なんですか。そう、年式的にはこれは今2015年式なので、はいはい、まあ、もう今7年8年落ちにはなってるんですけれども、はいはいはい、今でも非常に根強い。そうですよね、はい、なんか全然デザインを見ても古さ感じないし、はい、かっこいいですね。そうなんです、はい、で、まあ、有名なエンジンで N55 というエンジンを積んでるんですけど、はいはいはい、まあ、これが前期と後期があって、これ後期なんですけど、はい、320馬力をすげえ発生してる FR で、はい、320馬力、はい、うん、パワーだけじゃないですよ、音ですよ、ひろきさん。音、この車は、はあはあ、はい、なので早速ねエンジンねかけていきたいと思います、はい、じゃあお願いします。あ、いいですね、はい、なんかバブリングしてるんですか。そうです、この車バブリング、はい、変わってるみたいです、いろいろと。お、はい、いや普段純正でこんなボロボロ、あ、なるほどなるほど、これは確かにやりすぎると怒られますね。やりすぎると怒られます、はいはい、まあでもいいですね、音がなんか乾いてる感じの音が。そうなんです。へえ、はい、BMW といえば直列、まあ、一時はね、あの V 型とかで、あれですよ、 F1 の技術を結集した V10 エンジンをね、あ、積んだ変態車もありましたけれども、はいはいはい、まあ、この車は BMW 伝統の直列のエンジンを積んでます、まあね、ヘッドカバー大きいのついちゃってるんで、なかなかね見づらいところあるんですけど。でかいっすね。でも大きいです。ぎゅうぎゅうじゃないですか、はい、だってだ、この車格に直列6気筒エンジンが乗ってるって、はいはい、すごくないですか。確かにすごい、はい、いいっすね。そうなんです。え、車重どのぐらいなんですか。車重がだいたい1500キロちょっと。ああ、はい、いいっすね。1500で340って言ったら随分速いですね。そうなんです。結構やっぱりパワーも出てるし、うんうん、トルクも下からね、ダウンサイズで車高が下がってるんですけど、はいはい、おお、オイルがまた BBS と、またこのね、M の文字があしらってあるこのキャリパーいいっすね。はい、この青がいいですよね。はいはいはい、なんかソナーセンサーも備え付けで、はい、近づくとピー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 っていう。バックカメラもここにありますからね、しれっと。あ、本当だ。 BMW ってなんか高級車のイメージが強すぎちゃって。はい、はあ、はあ、カーマキのステアリングで。なるほど、はい、あ、これ、 これですね。はい、まあ、前オーナーさんとかがここねダッシュボード張り替えてたりとか。あ、そうなんですね、はい、まあ、あとは後付けのパドルシフトですね。うーん、はい、まあ、かなり正直実用的で、はい、なのでまあきっとねご家族の方にもね向いてる車の1台だと、まあ、この車が実用的なことをね、うん、ぜひ知っていただきたいのが、ひろきさん後ろも結構広いんですよ、座ってみてもらえます。ああ、いいですいいです、はい、この革って結構へたったりするんですか。わかんないですけど、まあ、へたったりもしますけど、やっぱりでも一番はあのスレがないじゃないですか。はいはいはい、はい、なのでまああんまり後部座席は使ってないのかなっていう印象で、ね、ああ、なるほどなるほど、すごいっすね、はい、もう踏んだら多分いつまでも加速するような車じゃないですか。なるほど、ちょっとギクシャクしますね、これ多分今スポーツモードだから。これコンフォートです。ああ、普通、そしたら普通に乗れます。そうです、今7万5000キロですね。エコプロの下はないですね。ないです。で、まあ、結構あの欧州車って DCT の車多いと思うんですけど、はいはい、BMW は普通のオートマなんですよね。ああ、そうなんですか。はい、8速オートマです。だからその DCT 独特なの発進のギクシャク感っていうのは全くない車なので、結構ねあのラグジュアリーに乗れるような乗り心地にもなってますね。タイヤの幅っていくつですか。フロントが225でリアが245ですね。純正サイズだったと思います。なんか AMG とはまたちょっと違った乗り味というか。そうです、なんか全体的にこう角が立ってない感じがしますよね。そうそう、ベンツの方が
ケージなので、バネも硬かったりするので。だってこれ M シリーズだから、これもスポーツパッケージでしょ。そうですね、 M135i なので、うんうん、これって燃費どれぐらいだった？燃費はまあ街乗りでやっぱり8とか10とか、高速でゆっくり走ってると14、5キロぐらいまで行きそうな感じでしたよ。結構あれなんですね、1、2速はクロスなんですね、ギア比が。めっちゃバラ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 いってます。はい、というわけでひろきさん、はい、試乗してきましたけれども、いかがでしたか？まあでも、車自体はすごい良かったですし、まあ速いなとは思うんですけど、まあでももうちょっとあれだな、俺個人的に遊び心があった方がいいな。遊び心？完璧すぎる、車が。あ、なるほど。うん、なんか安定しすぎちゃって、うん、あれこれどうやれば遊べるのかなみたいな思っちゃうから、うん、もうちょっとこう、まあ、マニュアルとかなるだけでも違うと思うんですけど、はい、ただでも本当完成度の高い車だなと思いました。横に乗っててめちゃくちゃ楽でした、はい、まあそうだよね、はい、確かに確かに自分で運転しても楽しいですけど、横に乗ってても楽っていうのは。でも燃費がいいっていうのいいね、高速で15、6。高速でまあそんなにあの低回転域で走ってれば、この車は8速のオートマなので、100キロとかの実行回転数って確か2000回転切るはずなんですよ。はい、なのでまあ燃費的にもかなりいいですし、高速なのでちょっと加速したい時もすぐにね、この大排気量のターボですからできますしっていうところで。じゃあ山中さん、ちょっと金額お願いしてもいいですか？はい、ね、まずこちらのね車改めてご説明させていただきます。 BMW の M135i 後期型、2015年初度登録年月の7万5000キロということで、BBS のアルミがついて、ダウンサスがついて、バブリングですね、施工されております。純正のリアピースマフラーもあります。車両本体価格ですね、165万円で、はい、乗り出し当時新車で600万でしょ？そうです。そんなもんなんだ。そうなんです。なので今非常にね、ちょっと走行距離が、あ、まあまあ確かにね、外車でいうとちょっと多めなので、はいはいはい、そこに関しては、まあまあ、お値打ちな金額で出させていただいてるんですけど、はい、あんまり7万キロ走ってるような感覚、まあまあそうですね、感じなかったです。ボディがいいですから、 BM とかドイツ車系は。だからそんなにへたることもないですし、はい、まあまあいいんじゃないですか。はい、はい、というわけでぜひアヘッドへの問い合わせお待ちしておりますので、はいはい、皆さん次回も何か別の車をご紹介させていただきますので、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。